姫ひなです。自分の名人たどり着け、マジカルミュージバナナよっ。マジカルバナナっていう連想ゲームあるじゃないですか、うん、あ、リンゴと言ったら赤い、赤いと言ったらチーチーと言ったらホラーゲームみたいな感じ。そうそうだけど、そうだけど、で、あれよ、自分の名字をこう連想するまでに何回かかったかっていうので対戦を今日はしようと思います。早速やっていくぞい。じゃんけんポン。あ、ひなのお題は、はい、お茶です。お茶、お茶いける、大丈夫、いこうじゃ、いくよ、いくよ、よーい、スタート。マジカルお茶、お茶と言ったら茶柱、茶柱と言ったら急須、急須と言ったら急須で入れたお茶、お茶しか言ってねと言ったら綾鷹、いい、ね、綾鷹と言ったら、綾鷹と言ったら家も、家もと言ったら飲み物、飲み物と言ったらコーラ、コーラ、飲み物と言ったらコーラ、コーラと言ったら赤い、赤いと言ったら信号、信号と言ったら赤、赤、青。は？なんで？いや、赤、赤、青はやばくない？黄色どこ行っちゃった？ほら、あの、縦の方の信号。あ、縦の方？あ、縦の方の信号。歩く、止まる。あ、そう。歩く、止まる。あ、そう、あ、そう。はてな、信号と言ったら赤と青。お、赤と青。何の王なのそれ？赤と青と言ったら、姫ひな。ピンクじゃないけど大丈夫？今日赤、うん。姫ひなの赤い方だから姫。えは姫ひなと言ったら鈴木。オッケー。オッケー。ひな鈴木。探り探り、もう瞑想が途中、もう海の中を泳いでた。リズムに乗れないぜ。乗ってほしいぜ。ただいまの記録、12回でした。すごいね、12回。すごいのかな。どうなんだろうね。結構早く行った方じゃない？わかんない。初回だからさ、どうなんだろうね。うん、あ、そっかそっか。世界記録を知りたいね。世界記録じゃあ次は姫の番でーす、はい、田中にたどり着けるかー。頑張れ。お題はスマホです。スマホどうぞ。頑張る、いくぞいくぞ。マジカルスマホ、スマホと言ったら電子機器、電子機器と言ったらボタンがいっぱいある、ボタンがいっぱいあると言ったらパソコン、パソコンと言ったら電子機器どうしよう、帰ってきちゃった。電子機器、電子機器と言ったら種類がたくさんある、種類がたくさんあると言ったら世の中の名字、世の中の名字と言ったら4番目にあるのは田中イエーイ。どう、オッケー、オッケーかな、オッケー、オッケー、どう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 、よかった、ほんとほんとほんと、やった。じゃあ次ひなの番ね、うん、じゃあお題は、うん、鬼ごっこです。鬼ごっこ、うん、よーいスタート。マジカル鬼ごっこ、鬼ごっこと言ったら鬼、鬼と言ったら豆まき、豆まきと言ったら豆、豆と言ったらおいしい、おいしい、おいしいと言ったらお肉、お肉、お肉と言ったらオージービーフ、オージービーフと言ったら焼く、焼くね、焼くと言ったら焼き餅、おいね、焼き餅と言ったらメラ、ダメだメラやめだな。十二星座と言ったら誕生石、もうたどり着ける気もしないな、クソ遠いぞ。誕生石と言ったら、誕生石と言ったらキラキラ、はいね、キラキラ、キラキラと言ったらキラキラと言ったら夢、夢と言ったら、おえ、夢で終わってなるの、いいじゃない、なんで夢って無限だからかっこ、かっこいいっす田中さん。テレビ番組と言ったらお笑い、お笑い、お笑いと言ったらコンビ、コンビ、お笑い、あ、お笑いコンビ、お笑いコンビと言ったらキャイン、キャインと言ったらウド鈴木、ウド鈴木と言ったら鈴木、わー、できる、いい、いい、これウド鈴木と言ったら鈴木、すごい、すごい長い道をたどってグラウンド走ります、走りましたの。いくよ、いくよ、いくよ、次のお題はフィンランド、フィンランドです。はい、じゃあ行っちゃってください。やばい、寒いのか暖かいのかもわからない、行きます。マジカルフィンランド、フィンランドといえばカタカナ、おえ、カタカナしかも何をちょっと待って字が小さい、今の面白すぎてカタカナ、おお
めよ。フィンランド、フィンランドといえば海外、海外といえばアメリカ、アメリカといえばハンバーグ、ハンバーグといえばお肉、お肉、お肉といえばおじビーフ、違う焼いたお肉といえば焼く日焼け、日焼けといえば海、うん、海といえば、うん、海賊、海賊、海賊といえばワンピース、ワンピースといえばルフィ、誰だっけ、ルフィ、ルフィ、ルフィといえば、うん、声優さんが田中真由美さんで、はぁ、田中真由美の田中で、田中姫、いらなかったのに入ってきた、入ってきちゃった。今の記録は12回、12回で勝った、合計するといくつ、わからない、勝ちではある。チャンピオンは田中姫、イエーイ、ガン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 、いやーギリギリの接戦だったね。なんかさ、これ休み時間とかさ、ね、なんか気軽にできるよね、友達とかとさ、なんか物とかもいらない、その場でできていいね、面白いゲームだ。なんならさ、一人でこう瞑想しながらできる。答えがわからない。自分と戦うのか。布団に入って寝ながら考えるみたいな。夢でうなされるよ。はい、みんなもぜひぜひ挑戦してみてください。それでは、ごきげんよう。タンタカラッタ、タンタカラッタ、タロック、ピピン、田中と鈴木よ、タロック。